久保さん、あの、BM 乗ってきましたよ。ちょっとドライブしましたね、今日。ドライブしてきました。天気晴れましたね、今日。でね、BMW の信頼関係の作り方にしましょうか <laughs>。僕ね、びっくりして、ドリア化の講義でもちょっとシェアしたんですけど、まああのね、まあ、これでも言ったかな。億万長者しくでも言ったかもしれないですね。なんか BMW にワンツードア送られたみたいな <laughs>。 まあ僕大阪のディーラーで買ったんですけども、陸運ですよね、陸運なんですけど、のその営業マンの方が iPhone で撮影して、ピカピカに磨きときましたみたいな、今、納車前のお車です、こんな感じです、ありがとうございましたっていうワンツード、吉谷様へっていうね、BMW のなんかページに動画が埋め込まれてまして。 そうびっくりしましたね、BMW、あのでかい BMW もワンツー動画送ってんのかみたいな。<laughs> いや、ちょっとね、まあ、トヨタもやってんのか、他の会社もやってるのか今の、ね、今の会社はそれが自流なのかわからないですけども、あとね、BMW はね、徹底したアンケートめっちゃ取ります、本当にもう、毎回なんかで行くと、絶対アンケートお願いしますっ,つって、もう、何言ってもアンケートが取ってるんですよ。 四六時中アンケート取ってるっててるいう <laughs> すごいですね。僕ね、BM 買って、すごいびっくりしましたね。うん、だからその BM いいなっていうのは、まあそういうところでも、なんですかね、あのー、また買うのは BM だろうなっていう <laughs>。まあもしかしたらマクラレン行くかもしれないですけど。 だからね、大手でもそういうことやってるわけですから、まあ、個人が信頼関係作るんだったらね、やらないとね、なんかいろいろと、いろんなことやらないと <laughs>、難しいでしょうね。うん、でも逆に言うと、その、あの、僕とか久保さんの場合は、そのね、信頼関係を作りやすいんですよね。なんかみんな、その、やっぱ、客数だったりとか、リストとかそ、そこに少ないんです、みたいな言うんですけど、少ないには少ないのメリットがあって、 うん、少ないからこそ一人にああ当てられる時間っていうのが濃くできるわけで濃くすることによって濃い関係性を構築しやすくなるんですよでもこれが、あのー、大量にいるとなかなか難しいですよね一人一人の時間っていうのが注げないのでうんそうだからね少ない少ないっていうのは信頼関係逆に言うと少ないのにもかかわらずそれをやってないんだったらもう 終わりですねそのメリットを生かしてないんだったら。そのメリットを生かしてないんだったら、もうデメリットしかないじゃないですか。少ないっていう <laughs>。ただ少ないっていう <laughs>。終わりですよね。うん、はい。いってらっしゃい。